エコイットのカーズです今日は新しく開発した簡単ソレノイド基板の説明を簡単にしてみたいと思いますこの簡単ソレノイド基板を使ってキャットボットに対抗を叩かせてみたいと思いますこのキャットボットには中にソレノイドという電気が流れると物を引っ張るという力を持った ものが入っているのでそちらに電気を流してみますこちらのスイッチを使って基板を通してここに電気を流してみます電源はこちらの DC ジャックとターミナルブロックどちらかに接続するんですけれども両方接続してしまうと最悪壊れてしまう可能性があるので必ず片方だけに接続してください今回使うこのソレノイドの 使用は 24V の電気を流してくださいというソレノイドなので 24V の AC アダプターを今回は接続してみます AC アダプターの種類はソレノイドが使う電気の量に応じて、えー、何アンペアというです、ねえー、数字が変わってくるので今回は 24V1A の AC アダプターを接続します。 ままずです、ね、キャットボットトボをいいでいきますこの右側のターミナルブロックに「ソレノイド」という文字が書いてあるところがありますのでそちらにこのキャットボットにつながっているソレノイドを接続しますソレノイドには極性がないので、えー、プラスとかマイナスとかをですね特に考える必要はありませんどちらでもいいので確実に接続してください もう片方も同じようにネジで止めていきますはいそしたら今度はスイッチを接続してきますスイッチはですねちょっと遠くからでも遊べるように長めに今回作ってあるんですけどもこちらの端をですね同じようにこちらも極性は特にないのでこちらに線を接続していきます はい、これでスイッチは接続完了ですこれで今度は AC アダプターのプラグを DC ジャックに挿しますこれでコンセントを接続すると準備は完了ですあとはこのスイッチを押してあげると という具合にですね、簡単にソレノイドを動かすす。ことができます一つ注意点としてはこれはですねこのスイッチの中にもソレノイドを動かすためのと同じ電気が流れているのでこのスイッチの仕様をですねちゃんと確認してちっちゃなスイッチとかの場合はですねあの流せる電気の量が少ない場合があるので。 接点容量というのをですねちゃんと確認してこのスイッチの場合は 1A まで流せるスイッチになっているのでこちらのソレノイドが流すための電気のこの場合はソレノイド、えー、300mA 程度が流れるんですけれどもその容量が足りるスイッチになっておりますこれが例えばですねちっちゃいマイクロタクトスイッチと呼ばれるちっちゃいスイッチなんかだとそれこそ 10mA とかしか流せなかったりとかですね そういうい、えー、使用に不足しているスイッチを使うとスイッチ自体が溶けたりとかですね燃えたりとかしてしまう可能性があるのでくれぐれもスイッチの接点容量というのには注意をしてスイッチを選んでくださいではありがとうございました